実は私の出張ダッシュ村っていう番組見てて、全国各地の農家さんの畑から何からって見せてるんだけども、あれを見ると、観光農法、まあ、要するに農薬とか肥料とか、まあ、化学肥料ねを使って栽培してる農家さんと、有機農法、有機肥料使って農薬も限られたものを使ってる有機農家さんで、自然農法の農家さんとか、なんとなく分かるのよ俺は。ただそれは俺が今まで12年間だね、12年間ぐらいね、そういう無肥料無農薬の研究をして栽培もしてきたからこそ、なんとなく分かる感覚的なところがあるんだ。だけどもそれがなんとなくここを見てるっていうのは俺分かるから、それを今回お話ししたいと思います。で、どこを見てるかっていうと、土を見てるか野菜を見てるかって違うんだよ。草を見てるの、雑草。雑草ね、この雑草ね、津軽弁で言うと、テラッとね、きれいにするとさ、なんでテラッと言うんだろうね。まあ、テラッと。まあ、それはいいんだけど、テラッとかきれいにするとする畑ってあるんだよ。多分見たことあると思う。道路で車運転してて、あれ、まあ、きれいな畑だなーってさ、見ることあると思うんだ。運転しててさ、田んぼでも。あれは除草剤でね、ないと無理。例えば、家一軒分のサイズ、まあ、この辺だと300平米ぐらいだったら手でもできなくはない。いや、でもきついな。畳6畳ぐらいかな。俺はできる、畳6畳だったら。丁寧にやってね。でも、俺の経営規模1万8000平米なんだけど、そういうふうに1000平米以上になってくると、まずさ、草を丁寧に、きれいに取ることは不可能。不可能を可能にしてるのは除草剤の存在なんで、除草剤を何日に1回だろうね、わかんないんだけども、それをずっと撒くとやっぱり生えてこない草が、で生えてきたやつも消えるし、だから綺麗な状態になるから、 そういう畑は除草剤使ってるし、除草剤使ってるっていうことは、殺虫剤も使ってるし、化学肥料も使ってる。草がなければね、土はできないし、土ができなければ野菜は育たない。で、草がないといろんな虫が集まってこないから、天敵がいなくなって結局殺虫剤をまかなきゃいけないっていうような、いろんなサイクルで、どれか一つが欠けても、どれかね、除草剤を使ってなくしてるだけでも虫は来るしっていう、殺虫剤使わなきゃダメだし、化学肥料使わなきゃダメだっていう状況になるんで、そういう草が生えてるか生えてないか、生え方がどうなってるかっていうのを見るのも一つのポイント。で、俺の畑ね、今はね、山の上だから、俺の畑は。本当はお見せすればいいんだけども、山の上で、まあ、だいたい3メートルが雪に積もってるんで、今。で、お見せできないんで、今は見せないけれども、夏になったら見せるけれども、まず草だらけ。で、豆と豆がこう生えてるじゃん。この間、畝間っつうか、畝間だねって言うんだけど、もう草で、豆の上に草が出ちゃったりして、もう、ああ、めんどくせえと思ったら、刈払機、草刈りするやつあるじゃん。こう振って歩くやつ持ってさ、あれでその間をガーってさ、やるのよ。で、草を置いといて、そのまんま。で、草の中に野菜が生えてるっていう状態で作ってるのね。だから、結局それみんな同じなんだよ。他の農家さんのとこ見に行っても草があるし、草が全くないって農家さんないね。自然農法とか、自然栽培とか、無肥料無農薬のところであれば。で、だからそういう草があるかどうか。結局のところさ、生産物で安全な野菜かどうかって見分ける方法は俺は提示できない。示せない。けれども、畑に行って状態を見れば、草を見れば、パッと見てなんとなくわかるんで、そういうところを見てもらえれば。あともう一つ考えるとすれば、虫だよね。虫がいないってことはありえないんで、まだ草地なんだから、野菜も草の一種だから、虫が来ない、全くいないってことはもう絶対にありえないんで、虫がどれだけいるかっていうのも一つの指標になる。どれだけいるかって言ったらもう恐ろしいぐらいいるよ、虫は。ね、うちも虫いっぱいいるんだよ。
コガネムシっていうのが葉っぱ食ってさダメだって言うんだけど、うちのコガネムシはね、うちの畑にいるコガネムシはね、なんか俺の野菜食わないんだよ。野菜食わないで雑草食ってるんだけど、それでめちゃくちゃバーンと増えるんだけど、まあ、別に被害ないんだけど。だから、ね、その虫がどれだけいるかって、密度がどのくらいかっていうこと。核農薬撒いてても、まあ、飛ぶやつ、モンシロチョウとかは飛んでくるし、いるんだけども、血を這うやつとかは極端に少ない。で、土掘れるんなら掘ってみると、ミミズもいない。なんでかわかんないけどさ、まあ、薬撒くからね。で、あと言えることなんだろうな。まあ、あと野菜の状態もね、育ってる時、製品にしてしまうとわからないんだけど、育ってる状態だと、葉っぱ、草丈、これがね、すごい伸びれる。大根とかが分かりやすいかな、一番。うちで育ててる大根だと、葉っぱがあまり育たない。だけど、蜜が、根っこが育つのね。だけど、これがね、観光農法、化学肥料とか使ってるところだと、すごい繁茂するのよ、葉っぱが。だから、そういうところを見てみると、生育具合を見ると、あ、これは肥料使ってんなって。じゃがいもでもなんでもガバッと出るから、うちのは本当に短いからさ、ちっちゃいから、でも実はなるのね、ちゃんとね。そういう体のバランスね、食べる部分と可食部と、なんだ、不織物が食べないところ、まあ大根は葉っぱ食べるけども、そういうバランスが崩れて、地上部、地上から上に出てる部分がやたら大きくなるんで、そういうところを見れば、まあ大体畑は、ここは、観光の方だなーって、あ、有機かなー、ここはって、無肥料だな、これは、とか、わかる、俺は。だからまとめると、まずは草があるかどうか。で、虫の密度、どのくらいいるか。で、野菜の生育具合、バランスが悪い育ち方してないかとか、そういうのを見ればわかる。ね、わかるけれども、これはね、無肥料無農薬の栽培を、まあ、5年、完全な無肥料無農薬っていうと、まあ、5年、7年かな。まあ、その前のちっちゃいものを入れると、10年ぐらいなのかな。10年ぐらいやってるから、なんとなくわかるけれども、多分、普通に暮らしてる人たちはわからないと思うけれども、まあ、そういうところをね、気にして見てみること。そうする、気にすることで、だんだん知識がね、蓄積されて分かってくるんで、まあ、草と虫と、生育具合、これを見てみてほしいなって。いろんな畑でね、そのもう何年かすればもうパッと見てなんとなく分かるよ。あ、これは、ってそういうことをちょっとね、念頭に置いて、まあ、信頼できる安心安全、そういう農家さん、畑を探してみてほしいなと思います。で、自分で栽培する場合でも、そういう畑を目指してほしいなって。草が程よくあって、虫も程よくいて、そして野菜の生育も伸び伸びとバランスがいい。そういうものをね、見て考えて、目指してほしいなって思います。またね、土はどういう状態がいいのかとか、なんで虫がいっぱいいれば、あまり食べられないのか、天敵が寄ってくるのかとか、いろんな話もしますんで、またよろしくお願いします。